はい、皆さんこんにちは、クーガです。今回なんですけれども、先日1000人登録者突破したということで質問コーナーをやっていきたいと思います。すでにインスタグラムで質問を募集していて、その中で多かった質問とか普段答えないような質問について話していこうかなと思います。で、早速入っていきたいんですけれども、この右の今動画やってるんですけど、海外の方とか、まあ、退屈な方向けに、隣に、iPhone で撮った写真の、iPhone でのレタッチ動画を横に添えてるって感じです。まあ眺めているだけで構いません。まあ、そんな大した動画ではないと思うんですけど、ぜひ見ていただければと思います。はい、では早速最初に自己紹介からしたいと思います。1998年生まれ、4月21日ですね、福岡育ちです。まあ、好きなこととしてはアウトドア、インドアどちらも好きで、まあ、スポーツもしますし山登りも好きだし、まあ、基本的に何でも好きですね。映画鑑賞もするし、アニメも見るし、漫画も読むし、ゲームもするし、結構何でも好きですね。身長179センチの体重65キロです。カメラを始めたのは2017年の7月ですね。もうすぐ3年経つのかな。7月、最初の頃は風景写真撮ってました。でそこからまあだんだんポートレート写真に、まあ、なぜか切り替わっていったっていう、自分でもどう切り替わっていったのか全然わかんないんですけど、まあ憧れる人とか、まあ、すごいなと思う写真があって、そこから始めたのかなと思います。それがだいたい2018年の9月頃ですかね。だいたい1年後ぐらいですね、始めてから。では早速質問回答していこうかなと思います。1つ目、好きな構図、撮影時に気をつけていること。そうですね、好きな構図としては、割と引きの写真好きですね。レンズがまあ引きの写真にそんなに向いてはないかもしれないんですけど、まあ、結構その風景との一体感とか、まあ、その中に人がいるようなポートレート写真とか結構好きですね。あとはまあ自分の写真、最近は本当にもう日の丸の写真ばっかりなんですけど、キャノン使ってた頃はもう少し日の丸の写真少なかったかなと思います。なんでかっていうと、その一点フォーカスすることで、一点でフォーカス合わせた後にカメラをずらすと被写体の位置をずらせるので、そういうの使ってたんですけど、カメラ変えて、R2 ですかね、これがそれができなくて、最近はあまりしなくなってますね。まあ、マニュアルで合わせた後にずらすってことはするんですけど、かなり減ったかなと思います。で、撮影時に気をつけていること、そうですね、これは最近気をつけ始めたのが、ファインダーを覗いた時にすぐシャッターを切るっていうよりも、ファインダーを覗いて、なんて言うんだろう、写真の枠の周りの方を見て、したらいらないものが写ってるかどうかっていうのを一回確認するんですよ。その後にいらないものがあったら少しカメラずらして撮ったりみたいな感じでやると、シャッターの枚数切っても、大体いい写真ばっかりになったり、使える写真が増えたりするかなって自分は思います。あとは待つことですね。人が通り過ぎるのをちゃんと待ったり、あとは、被写体さんとのコミュニケーションは大事にしようと思っています。やっぱ、何も喋らないのは、自分が嫌いっていうのもあるんですけど、その辺で、コミュニケーションうまく取っていけば、被写体さんの表情も柔らかくなってくるのかなと思うんで、もう自分スロースターターだと思ってるんですけど、序盤の写真が全然良くないんですよ、本当に。写真を撮ってて、最初に100枚ぐらいの写真全然良くないんですけど、撮っていくにつれて、だんだん良くなってくるんですよね、大体。そんな感じで、やっぱコミュニケーション取っていくと、被写体さんもよく動くようになるし、笑顔がたまには出たりするかもしれない。リラックスしていい写真が撮れるのかなっていうふうにも思います。自分の発想力もどんどん出てくるかなと思います。はい、あとはそうですね、もう気をつけていることって言ったら、もう皆さんお分かりの通り、白飛びに気をつけてますね。自分の写真全部かなりアンダーだと思うんですけど、ポートレート撮る人の大半は多分アンダーで撮らないんですよ。アンダーで撮らないっていうか、なんなら少しオーバー気味に撮るんですよね。白飛びしないぐらいと、白飛びギリギリぐらいで撮ると思うんですけど、自分はもうアンダーで撮る癖がついちゃってます。もう白飛びが怖すぎてっていうか、もう白飛びビビってるだけなんですけど、多分これには理由があって、多分自分もともとその風景写真を撮ってたんですよ。風景写真っていうのは白飛びがもうタブーみたいなとこあるんで、もうみんな白飛びしないようにアンダーで撮るんですよね。その影響でもうアンダーで撮る癖がついちゃってるのかなっていうのも思うんですけど、この前その酒井隆弘さんに聞いた話だと、オーバーで撮るっていうか、あまりアンダーで撮らない方がその撮ってる時のモチベーションが上がる、だから撮って出しのクオリティがいい状態で見れるので、モチベーションが上がるってことで、オーバーで撮る方かなり多いかなと思います。あとは武井さんですね、カーボンの、武井さんとかも、オーバーで撮ってる、かなり明るめで撮ってるっていう話を聞いたことがあります。はい、次2つ目ですね。レタッチがうまくいかないとき、納得いかないときはどうしているか。これはですね、自分よくないかもしれないんですけど、よくうまくいかない写真っていうのは保留してます。保留してるっていうのは、そのレタッチがうまくいかないのであれば、これから先レタッチをもっと頑張って練習していって、他のレタッチの仕方を思いついたときに、もしかしたらそれがうまくはまったりするかもしれないし、気が向いた時、時間がある時とかにフォトショップでやれば、うまくいくから、今のうちは保留みたいな感じすることが多いです。色味とかやっぱ結構、難しいですね。その色味が合わない写真っていうのは、その実際あるんですよ。その今の自分の写真の雰囲気だと、例えば青空が入る写真とかはすごく、合わないんですよね、レタッチの雰囲気としては。
なんでそういう写真は一回保留して、別のプリセットとの組み合わせを考えたり、今の雰囲気を崩さないまま、昔使っていたプリセットの、設定を、少し交えたりして、まあ、試行錯誤していくっていう形をします。やっぱりそのプリセットの数が多いとどれ使うか迷っちゃうっていうのもあるかもしれないんですけど、やっぱバリエーションが増えるんですよね。自分のプリセットいっぱい持ってると、いつも使えない写真とかの時に、使えないこのプリセットダメだなと思った時にプリセットをいっぱい当てて、あ、これはハマるじゃんっていうのが、まあ何か一つ絶対出るんですよ。自分プリセットも自分のだけで、主要のやつって言ったら、30個ぐらいですけど、もう主要じゃないやつ含めるともう多分300個から500個ぐらいあるんですよね。プリセットバンバン当てちまえばしっかり合うものもあるっていうスタンスでやってますね。あと納得いかない時っていうのは多分だいたいその撮るときにレタッチのことを考えて撮ってないと思うんですよ。例えば写真を撮るときにどういうレタッチをしたいとか、こういうレタッチできるんじゃないかみたいな感じでしてたら、その納得いかない写真っていうのにはならないと思います。だいたいあとはその、まあ、写真の JPEG の取っ出しの時点でもうかなりいい写真になりすぎているときっていうのは逆にレタッチ迷ったりしますね。これは難しいかなと。ある程度のところで写真レタッチを止めないとちょっと行き過ぎた写真になったり、まあ、コントラスト出過ぎたりサイド出過ぎたりするので、その辺も気をつけておかないといけないなと自分は思っています。はい、次ですね、50mm の単焦点レンズばっかり使っているんですが、他におすすめのレンズや画角はございますか。こういう質問多かったですね。例えばもう 50mm レンズっていうのはやっぱ基本最初のレンズで、まあ、50mm で最初皆さん練習するみたいな感じで、言うんですけど、やっぱこのレンズばっかり使っていると他のレンズ使わなくなっちゃうっていうか、ボケも出るしポートレートだとすごく、まあ、使いやすいレンズなんですよね。自分も 50mm の、シグマのアートのレンズですね、こちらをめちゃくちゃ使ってたんですけど、最近はあまり逆に使わなくなりました。っていうのも、今一番使ってるレンズが 35mm のノクトンクラシック、フォクトレンダーですね、F1.4 で撮っていることが多いんですけど、このレンズがすごく優秀で、まあ、ボケもいいですし、まあ、自分のカメラとの相性もいいんですよね。 α7R2 っていうのが、まあ、フォーカス弱いのと連写速度が遅いので、まあ、マニュアルで合わせて撮る人には、まあ、ちょうどいいレンズなのかなっていうのは思います。でこの 35mm に何がいいかっていうと、引きでも寄りでもどちらも強いんですよね本当に。割と近いところでも撮れるし、引いても周りがしっかり映るみたいな、お散歩するなら、まあ、このレンズを使うのが一番おすすめかなっていうふうに思うぐらいですね。あとは35mm 以外で言うと、自分が昔持ってた 100mm のレンズですね、物撮りとかマクロな写真撮りたい方っていうのはかなりいいレンズかなと思います。あと超広角レンズ、あと広角レンズ買いたい方、いると思うんですよ、その風景とかで。この時は、20mm とかの、ポートレート用だったらまた別なんですけど、20mm とかの中途半端なレンズ買うんだったら、フルサイズ換算ですともっと 14mm とか、16mm とか、もっと、まあ、超広角とか言われるような、レンズを買うのが一番いいかなと思います。写真に振れ幅を効かせる方が自分は、まあ、撮ってて飽きないと思うので、中途半端 24mm とか、まあ、持ってなかったら話ですけど 24mm とか買うのであれば、14mm とか買うのもいいのかなと自分は思います。まあ、自分今 24mm めちゃくちゃ欲しいんですけどね。はい、では次の質問です。ポートレート以外はどのような写真が好きですか。自分多分っていうか、ポートレートより正直風景写真とか、まあ、物撮り、あとテーブルフォトとかの方が好きですね。自分ピンタレストとかよく見るんですけど、ピンタレストを見ているっていうか、ほぼ見てる写真がそのテーブルフォトとかデザインとか、そうですね、あとは何て言うんだっけ、あれキャビンとかの写真とかよく見たり、風景写真とかばっか見てますね。やっぱ自分そういう意味で言うと、ポートレートとかよりもそういう風景写真とか携帯の壁紙にしたくなるような写真の方が好きなのかなって自分は思ってます。ポートレートも別に嫌いってわけじゃないんですけど、そのポートレートはやっぱ撮ってて面白いんですよね。レタッチしてても面白いので、まあ物と違って動くじゃないですか人は。まあ、それがすごく面白くて自分は、今ポートレートをやってますね。あとすごく写真の上達にもつながるかなっていうのもあります。次の質問ですね。はい、レタッチ講座のプランにを受講しようか迷っているのですが、2時間どのような内訳で行われているか伺ってもよろしいでしょうか。こちらにプラン2の講座なんですけど、これが一番多いですね。今まで、申し込んでいただいた方のほとんどがプラン2ですね。プラン1は今ちょっとできてないんですけど、締めさせていただいてるんですけど、プラン2がもう本当に多いです。だいたい20人ぐらいはプラン2ですね。だいたい。はい。で、プラン3の人が、ね、何人か、3、4ぐらい。で、このうち、どういう内容でやってるかっていうのが、まあ、だいたい同じなんですけど、まあ、人によってここを中心にやりたいとか、キャリブレーションを知りたいとか、あと、人によっては、あと HSL を、細かく知りたいとか、初心者とか中級者の方によって、全然そのやりたいことが違うんですよ。例えば中級者だけどそのトーンカーブとか触ったことないって方は、トーンカーブをまあ徹底的にやりますし、まあ、基本的には皆さんトーンカーブが知りたいから受けるって方が多いんですけど、あとは円形フィルターとかそのブラシとか使い方がわからないっていうか、どういう時に使うのかわからないって方には、みっちりそこを中心にやったりします。で、そうですね、まあ、ベーシックなやり方としては、まず1枚を、1時間ぐらい
1時間とか、まあ、40分ぐらいですね、時間かけながら、レタッチ教えていきます。でトーンカーブを中心にしていただきたいって人は30分ぐらいトーンカーブを最初1枚の写真でゆっくりやります。でそれで理解ができたら、残りの1時間で他の写真、次の写真に移って、実際にお互いにレタッチをしながら見比べていくって感じですね。自分がそのさっき言ったことを、できるかどうかっていうのを確認しながらやっていく感じです。まあ、人によってはそれがうまくスムーズにいって、もう次の写真ってもう6枚、もうこの前写真なくなっちゃって13枚ぐらいレタッチできたっていう人もいるんですよ。もうその人っていうのはもう結構多分もともと感覚良かったと思うんで、トーンカーブ動かすのが向いてる方だったのかなっていうふうにも思ったりしました。でそういう方とかはもう10枚とか行ったりするんですけど、その2時間で、まあ、人によってはもう3枚で終わっちゃう方もいるしいうのもあります。あとその円形フィルターとか補正ブラシとかあの辺を解説してほしいって方っていうのは、まあ、自分も徹底的に教えたり、その YouTube で解説しないことも話したりするので、その円形フィルター、段階フィルターとかのそこの補正とかだけでも1時間使ったりすることもあります。なんでまあここは人それぞれまちまちですね。そのどういうふうにやりたいかっていう風な相談を受けていればそれに乗っ取ってやりますし、特にどれからやっていけばいいかわからないとか、どれがわからないかわからないっていう方もいたんで、そういう方っていうのは、まあ、写真の基本たちの基本からしっかり教えたり、まあでもその中でも自分の講座の醍醐味であるそのプリセットを自分で作れるようになるっていうか、自分オリジナルのプリセットを作るっていうのが、まあ、講座のまあ醍醐味ですので、そのトーンカーブは触れるようにします。基本的にはそのトーンカーブを自分で触れるようになるぐらいまでは絶対、教えてます。それ以外にはまあそうですね、プリセットの配布はするんですよ。そのレタッチ終わった後に後日、だいたい即日からまあ1週間後ぐらいに、その講座で取り扱った写真とかを僕がちょいちょい調整して、写真形式で3枚ぐらいお客さんに、僕が渡したりします。でそのプリセットを、作成して渡す時っていうのは、なるべくカーブの形は違う撮り方、だいたい3パターンぐらいっていうのを、渡したりしてるので、かなりお得なんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、興味がある方は、まあ、ぜひ質問でも、メールでも DM でもしていただければお答えしますので、検討してみていただければと思います。はい、次の質問、YouTube でこれから顔出しはしますか、またするとしたらいつ頃になりますか。ですね、顔出しは、いずれします。するっていうのは、まあ、YouTube の性質上顔出しをした方が、いいっていうのがあるらしいんですよ。そのまあ、その再生回数とかの話もそうですけど、顔出しをした方がスポンサーとかその企業様からの印象が良くなるっていう風に聞いてるので、あとはまあ自分にそんな顔出しに抵抗がないっていうのもあるので顔出しはしようと思います。ただまだしてないっていう理由については、そのカメラ使って写真撮った写真というか動画撮るっていうのが、まあただちょっとめんどくさいだけですね。登録者5000人からまあ1万人ぐらいでやるのかなっていうふうには思います。今年中には一度は絶対顔出しすると思います。気づいたらもう来週とかしてる可能性もないことはないんですけど、まあしようかなと思っています。はい、次の質問です。クーガさんのしっとりとした質感や色味にするにはどうしたらいいですか。そうですね、質感はやっぱ自分意識しているんですけど、やっぱ何が大事かってやっぱりトーンカーブなんですよね。自分は質感を意識するのはやっぱ RGB カーブですね。あのグレーの、グラフのやつですね。なんでかっていうと、あそこでハイライトをいかに落とすかっていうのと、黒レベル、シャドウを、暗くする、コントラストをつけることで質感が、まあ、他の人と違う写真になったりするんですよね。自分のレタッチ動画でも結構話してると思うんですけど、質感をしっとりさせるためにはその色味だけじゃなくて、やっぱカーブと、だから露光量のハイライトの具合と、あとは粒子とかの具合が大切かなと思っています。まあ、なのでこの辺はまあ正直自分の YouTube のレタッチ動画を見て練習したらまあできるようになるとは思うんですけど、そうですね、まあ練習してみていただければ多分まあそんなに難しくないと思うので、チャレンジしてみるといいのかなと一番思います。はい、次の質問ですね。あと質問いくつ、あと2つですね、絞ったのが。これ意外と質問、この質問箱じゃなくても普通にいっぱい質問あって全く答えてなかったんですけど、彼女さんとの馴れ初めを教えてくださいということで、これなんですけど、自分が、ニュージーランド留学に5月から行ってて、で語学学校が一緒だったんですよね。で語学学校が一緒で、まあ出会って3ヶ月ぐらいかな、だいたい9月ぐらいかな、去年の9月ぐらいから付き合い始めた感じですね。まあ、クラスが一緒で長いことをまあ知り合っていたっていうのもあったんですけど、12月ぐらいまで帰るまで同棲していて、日本帰ってきて今遠距離ですね。彼女はタイ人なんですけど、この前1月に日本に来て大阪で、彼女さんの両親とか、まあ親戚の方たちと、まあ、自分が大阪案内しながら旅行をしました。
ました。でそこからまだ会ってないので、もうとりあえず本当は5月からオーストラリアに自分も行くつもりで、その彼女もオーストラリアに行くつもりだったんですけど、まあ、遠距離のことに不満を持ってるってことはまだまだないですね。まあ、とりあえず多分オーストラリアに行ったらまた同棲し始めるのかなとは思うんですけど、まあ、その辺はお互い、まあ、やりたいこともあるし、あっちにも仕事があるので、それをやっていくと。まあでも自分も YouTube 活動していく上で、その多分おそらくですけど、まあ、カップルチャンネルほどにはならないけど、彼女と一緒に出たり、その Vlog とかはこれからやっていくつもりなので、それで彼女が登場することっていうのはかなり増えてくるのかなと思うので、ぜひ楽しみにしていていただければ嬉しいかなと思います。あ、次の質問、同じだ。これ最後の質問ですね。オーストラリアはいつから行くんですか？これなんですけど、本当は5月から行くつもりだったんですよ。まあ、さっき話したように、5月から行くつもりだったんですけど、まあ、コロナの影響で行けなくなったと。ビザの申請とかも、まあ、取り下げて行けなくなっちゃったんですけど、収束し次第ですね。もうめちゃくちゃ早く収束して、もう8月とかだったらもう多分9月とか、その辺から行くかもしれないし、収束しないのであれば、来年とか来年の2月とかになるかもしれません。まだわかんないですね、この辺は。まあ、治安とかも悪くなっちゃったら、まあ、難しいかもしれないんですけど、来年にはもう間違いなくオーストラリアは行ってるのかなっていうふうに思います。まあでも早くて、今年の8月めちゃくちゃ遅くて来年の秋ですね。まあでも来年の冬、まあ2月とか3月ぐらいがまあ一番妥当なのかなっていうふうに思っています。以上ですね。まだまだ質問あったんですけど、とりあえず、一個一個丁寧に答えるってことで、長い動画になっちゃったのかもしれません。よかったら、チャンネル登録グッドボタンしていただけると非常に嬉しいです。これからも YouTube 頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。次回の動画は明日になります。ありがとうございました。